皆さんこんにちは、ゆなです。今日ちょっと緊急で動画を回していて、でも本当にもう撮って多分すぐ載せてるので、ちょっと字幕もないので少々見づらいところがあると思うんですけれども、お許しください。はい、ですね、先日深圳で、すごく悲しい事件が起こったことについてちょっと動画に迷ったんですけど、動画に一回した方がいいかなと思って今回回させていただいてます。ですね、その深圳の事件、まずは何か私が話す前に、もう本当に許せないです。悲しいです。とってもお悔やみ申し上げます。本当にもうご家族の方たちの気持ちを考えると本当にいたたまれないというか、怒りで結構私はもう、もっとその私のどう思ったかっていうのは後から話すとして、でも本当に許せないなっていうふうに思いますし、申し訳ないなっていう気持ちと、なんとかできなかったのかなとか、すごいいろんな気持ちがありますね。で、どうしてこの動画を回そうかって思ったかっていうと、結構そのうちのチャンネルでは、その中国系のネタだったりとか、中華スーパー行ったりとか、ショート動画とかも結構中国系のコンテンツが多くって、で、コメントで結構来てたんですね。深圳のなんか事件どう思ってんだとか来てて、で、それもあるし、普段から見てるみんなにも、やっぱりその中国の文化を発信してるわけではないと思うんだけど、中国について、結構エンタメにしてるチャンネルでもあるから、そこを私の今思ってることとかを言わずに、なんかこううやむやにしてしまうと、他の別にそういうコメントを書いてない人たちも、ゆなちゃんどう思ってるのかなとか、ゆなちゃんの立ち位置ってどうなのかなとか、シンプルにその純粋に動画を楽しめなくなってしまう可能性があったら、私は全部潰していきたいなって思って、結構センシティブな話題だし、取り上げようかなとかもすごく迷ったんですけど、取り上げることによってもし気持ちよく視聴できる方が増えるんだったら、今回はちょっとお話しさせていただこうかなと思ってカメラを回しております。でもその事件の詳細についてはもう結構本当に何て言うのかな、悲しい事件だったし知ってる方も多いので、ちょっとこう割愛、簡潔に言うと、深圳の10歳の、子供がですね、多分反日の思想を持っている中国人にちょっと襲われて悲しいことになってしまったっていうのが、その事件の内容なんですけれども、この動画ではそうですね、実際の現地の中国人たちのネットの反応と私がどう思ったかについてちょっと2つに分けてまず話させていただきます。そうですね、一回なんか最初から私の感情バーって喋ってたもん、じゃあそれってなんか誰の得にもならないっていうか、そんななんかエゴだらけの動画載せてもなっていうふうに思うので、じゃあ実際中国に住んでる人たちがどう思ってるかとか気になってると思うので、ちょっと調べてきました。中国と日本の関係が緩和する傾向があると、こういう悪い事件が毎回起きてるような気がする。結構もう客観的にこういうことって起こってますねっていう反応ですね。実際じゃあその中国と日本の関係が緩和してるかどうかちょっとわからないんですけど、でもこういう意見があったりとかして、まだ10歳の子供だよ、この子が何をしたっていうの。はい、そうですよね。本当にこれにつきますもん。本当にこれにつきますね。こんな何も罪のない人を傷つけて、もう本当に愚の骨頂だ。こんな愛国心とか捨てた方がいい。こんなの国に迷惑をかけてるだけだ。もう本当至極真っ当な意見ですね。本当に恥ずかしい。そうですね。この気持ちがすごくわかる。すごくわかる。これは今レッドで見てるんですけど、バイトゥー、中国の、Google みたいなサイトでも、こんな、もう本当に悲しい、こんなに悲しい事件に対して、もう深いお悔やみ申し上げます。正義が勝って、被害者に、しかるべき措置、しかるべき答えが出せますようにっていうふうに書いてあったりとか、あとは、その反対意見、反対意見あるのも意味わからないけど、あったりとかもしますね、もちろん。っていうのは、歴史は忘れられない。世界大戦の話とかなのかな、そういう意見もちょいちょいあったりとか。でも中には、歴史を私たちが覚えるのは、憎しみを続けるためではない。本当にそうですね。子供に被害を加える意味がわからない。でもその中で昔の戦争の話を引き合いに出してる人もいるけど、それに対して、それはいつの時代だ、戦争なんて間違ってる。他の国は教育と世界平和を教育しているのに、中国はそういうのばっかりだとか、そういう意見は結構ネットに散見してますね。結構ネットって、その日本とかアメリカとかでも、どの国でもそうだと思うんですけど、かなりやっぱ過激派な意見だったりとか、そもそもコメントする方ってすごく少数だと思うので、そういうちょっと過激な意見もちらほら見えますけど、でも私が読んだ中の大多数のもう7割の印象としては、よくやったなんて言ってる気違いとかはマジで見当たらなくて、本当に子供が何をしたって言うんだとか、歴史に対してすごくそれを繰り返すのは違うんじゃないかとか、もうこれはありえないっていう意見がもう私が見た中では大多数でした。そうですね、じゃあちょっと私の意見とか、私がどう思ったかについてお話ししたいんですけど、まずはこの事件に対しては正当性はもちろん全くないと思うし、歴史上じゃあその戦争っていろんな国で起こしてきたと思うんですね。でもじゃあ日本も戦争しました、中国だって戦争しました、アメリカだって戦争しました、
もうフランス、イタリア、どの国だってそういう戦争とかってしたことあると思うんですね。でどの国もその戦争っていう時代背景のもと、じゃあ誰かをね、そういうなんていうのかな、まあ、悲しいことが結構起きたりとかしてたけど、なんかその歴史を覚えることっていじめとか、じゃあ今の人たちのストレス発散の言い訳になってるような気がすると思うんですね。実際私もその中国にいた時は、私は日本出身だったし、今でもまあだって日本語で発信してるぐらいに、私は結構日本なんていうのかな、すごい、まあ、昔の動画見てくれてる方たちはわかると思うんですけど、初見の方たちにちょっと説明させていただくと、私日本で生まれてて6歳まで生活してて、で中国に引っ越したのが6歳の時で、4年間しか私住んだことなくて、今もアメリカ籍だから、じゃあめちゃくちゃ自分がすごい中国人としてっていうよりかは、もういろんなところに住んだからごっちゃになって、アイデンティティで言うと、なんか何人かっていうのは結構自分の中であまり決めてない、なんか決めないようにしてるんですね。でこういう風に聞いていただける通り、日本語が、私はネイティブだったりとかするので、実際私も中国で住んでた、4年間、わずか4年間でしたけど、いじめられてたりとかしてたんですね。もちろん、じゃあ私は物理的にダメージを受けたわけではないから、全然比較対象としてはすごくね、もう本当その同じ土俵にも立ててないし、もう本当になんかもうこんな自分の話をしていいのかなって思うぐらいなんですけど、私も当時はじゃあ日本で生まれてるからっていう理由でたくさんいじめられたりとか、理不尽なことをすごく言われてて、でもその時の子供ってやっぱりその大人の言ってることをなんていうのかな、もう全てだっていうふうに思って、自分で考える能力とかないから、それでいじめられたりとかしてて、なんだろう、すごくまあ歴史の残酷さとか、歴史のに苦しむじゃないけど、なんかそういう、そうだな、歴史の影響で今の人たちには全く関係ないって言ったらあれですけど、もう関係はないじゃないですか。私たちがじゃあ別に戦争に行ったわけでもないし、私たちのもしかしておじいちゃんおばあちゃんでね、経験された方はいらっしゃると思うかもしれない、いらっしゃるけど、当事者って現代の人ってもう結構少なくなってきてて、なおかつじゃあそれをなんかこう大義名分としてこうやってやってる人たちって、じゃあ本当にその戦争がとか、じゃあ本当にこの国がめちゃくちゃ嫌いだっていうよりかは、なんか今の自分たちのストレスの発散するはけ口を、じゃあそういう歴史にかこつけてるのような気がします。でそれってなんか先人たちもなんかそういう意図で歴史を多分受け継がせてないというか、起きたことは繰り返さないために教育されてるのかなとかって思ったりするんですよ。自分たちの人生でもそうで、なんか同じ間違いを犯さないようにみたいな、でも同じ間違いを犯さないためには何回か間違える必要があるみたいな感じだと思ってて、ね、世界中で緊迫した雰囲気ではあると思うんですけど、でも結局じゃあその戦争の火蓋っていうのは、なんつうの、オープンされてないから、だからちゃんとこう少しずつですけど、なんか人類って学んできてるのかなとか思うんですよ。これが多分100年前とかだったら、今のこの全体的なこの空気感、とっくに多分どっかで戦争始まってる、戦争起きてる国だけじゃなくても、世界規模の戦争でもとっくに起きてるんじゃないかなとか思ったりはしてしまいますね。で私個人の、まあ、意見なんですけど、もう許せないですよね。こう日本に住まわせてもらってる身なので、私も今アメリカ国籍で日本でビザ申請してこっちにね、日本に住まわせてもらってる身なので、もうなんかこうすごく申し訳ない、ただただ本当になんか申し訳ないっていうか、もう言葉が出てこないぐらい、すごい最初このニュースを見た時にもう胸が結構ギュッと締め付けられたというか、こんなことあっていいのかみたいなっていう気持ちでした。日本に住んでる在日の中国人の人たちとかもたくさんいると思うし、そういう人たちの肩身が狭くなってしまうのもすごく嫌だなって思ったりとか、もちろんじゃあこういう個人って、ぶっちゃけこういう過激な思想をしている個人ってどの国もいると思うんですけど、なんかそれをやっぱこういう悪いことが起きてしまうと、じゃあ全体的にそう思ってるんじゃないかって人間の心理的に思ってしまうのってしょうがないことだと思うんですよ。そう思ってしまうのはしょうがないことだし、もう絶対悪いのってそのやった人なので、でもじゃあそういうその事件に対してそう思った人が、じゃあ日本で生活している中国人とか、じゃあ別に他の海外にたくさん中国人って住んでるので、の人たちにそれっていやお前らさみたいな風に思ってたら、なんかそれもすごく悲しいなって。もちろん全体がそう思ってるわけじゃないし、中国に住んでる中国人だってもう大多数は、いやこの事件は本当にありえない、本当にこれはちょっともうひどすぎるっていう意見が大多数だったので、そうですね、そういう風に思ってほしくないっていうのはこちらのわがままにはなってしまうと思うんですけど、それはすごく思ってしまいますね。いやでもなんでこんなことが起きるんだろう、なんでこんなことが起きるのかなとか思ったりとかして、結構私も悩んだんですよ。なんかこの事件があって、なんか今まで通りこう中国、今日もショート動画撮ってて、結構なんか中国系の話とか中国系のやつとかあったんですけど、一回このロングちょっと撮って、で多分そんなみんなはね、なんか優しい視聴者さんが多いから心配してないよっていう方ね、すごい多いと思うんですけど、でも中にはね、そんなこんな事件があったのに載せるのってちょっと無神経じゃねって思ってる方もいるのかな、なんかそれで楽しめなくなっちゃったらすごい嫌だなっていうふうに思うので、ちょっとそこは私の
まあ、エゴにはなってしまうのかもしれないんですけれども、ちょっと一応はこういう風に思ってますよっていう、はい、っていうお話でした。でもみんなからしたら、でもこういう怖い事件ってやっぱりね、ちょいちょい聞いたりとかするし、じゃあ実際中国どれぐらい反日教育が行われてるって言ったらあれだけどなのかってなると、あの私今小学校しか通ってないんですけど、小学校の先生とかがそういう教育をするってのはマジでなかったですね。私はそういうの受けたことないから、多分その戦争とかについてすごい、なんていうのかな、おじいちゃんおばあちゃん世代、まあおじいちゃんおばあちゃん世代はね、確かに実際被害に遭った方っていうのはすごく多かったので、ちょっとこうそういう気持ちになっちゃう気持ちもわかんなくはね、それこそ多分今のこの事件のなんつうのかな、反対逆って言ったらあれだけど、それを受けてた側の人たちだったので、そういう人たちが多分強く結構言っちゃって、で下の世代の子たちが、特に若い子、本当に子供とかが、あ、おじいちゃんおばあちゃんが言うんだったらそうなんだみたいな風に思って、でそれがこう学校とかに現れてみたいな感じで、でも実際ね、そう、もちろん学校とかでそういうの聞かないし、じゃあ中国のテレビとかをつけてて、私も 3月ぐらい中国に帰ってた時にテレビとか見てたんですけど、そういうのがテレビでめちゃくちゃ報道されてるって言われたら絶対そんなことはないので、ないですね、そういうのは。だからなんか個人のそういうこうめちゃくちゃ過激派ってどの世界にもいると思うから、そういう人たちがもう暴れてもう勝手にやったことだとは思ってるんですよね、はい、国としてじゃあそういう政治の教育をしようっていう動きはそんな見てないので、私は見てないですね、はい、ただ私でもあのおじいちゃんおばあちゃんからかな、じゃあその当時の戦争の話とかは聞いたことあります、私も正直に言うとありますね。おばあちゃんたちはもちろんおばあちゃんのお母さん、まあ、ひいおじいちゃんひいおばあちゃんたちが、まあ、戦争中にこうどういう被害を受けたのかっていう話も私は聞いたことあるんですけど、多分大多数の人はその話とか聞いても、あ、そういうことがあったんだ、じゃあ自分たちはそうしないようにしようとか、知識としてそれをね頭の中にセーブしてるって感じで、別にじゃあ、あ、そういうことをされたから、じゃあ100年後のこの世界の今私が復讐してやろうって思ってる人はマジで超少数派です。はい、超少数派だと思ってます。じゃあすいません、ちょっとなんかあのベラベラ喋っちゃったんですけど、この動画を通してお伝えしたかったのは、私はもちろんこの事件に対してとてもとてもネガティブな気持ち、とてもこんなことあってはいけないだろう、こんな悲しい事件がまかり通っていいわけがないだろうっていう気持ちだし、被害者の方には本当に本当に申し訳ない気持ちで、私のごめんなさいが、ね、どう伝わるっていうか、ね、何も解決しないし、何もそんな気持ちが晴れるわけではないと思いますけど、でももう本当、もう一応私もあの中国人なので、流れてるうちは中国人なので、もうそれは本当に申し訳ないです、本当にごめんなさいっていう気持ちと、中国に実際住んでる中国人たちがこれに対して賛成って言ってる人も少ないんですね、めちゃくちゃ、あのそんな過激じゃないですっていうのも、なんていうのかな、一応な矛盾してるけど、こんなね、そのこういう事件があった時に言う話ではないかもしれないけど、それは知っていただきたいなっていうふうに思ってて、ね、まあこういう過激な個人の話だよって思ってる方がもう大多数ですね。視聴者さんとかで、あの日本に住んでる中国人の方たちとかすごく多かったりするので、そういう人たちもちょっと心配になっちゃった、なんかどういうふうに言われてるのかなっていう心配もあったりとかするし、だからこういうなんか個人がやってることで国単位巻き込むの本当にやめてほしいなって思いますね。本当にもうこれが結局一番言いたかったことなのかもしれないですね。はい、まあ、そんな感じでちょっと今回は緊急な動画になってしまったんですけれども、あのもちろん次回からはね、あの通常動画に戻りますので、引き続きその中国とかアメリカのコンテンツはうちのチャンネルではやっぱすごくたくさん扱ってるんですけれども、あの楽しんでいただけたら嬉しいと思う、嬉しいし、じゃこの事件についてすごく悲しんでる方はもう一回中国の動画を私が発信したら見ないでください。全然見ないで大丈夫です。まあもうちょっと見る気になったら見ていただけたら嬉しいし、そういう気にならなかったらアメリカの話してる時だけ見てくれたらすごく嬉しいです。はい、そんな感じです。すいません、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。